人間はしばしば希望に欺かれるが、しかしまた絶望という観念にも同様に欺かれることがある。人間のプライドの究極の立脚点は、あれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れる自覚ではないか。一日一日をたっぷりと生きていくより他はない。明日のことを思い煩うな。明日は明日自ら思い煩わん。今日一日を喜び、努め、人には優しくして暮らしたい。私は人の恋愛談を聞くことは好まない。恋愛談には必ずどこかに言い繕いがあるからである。疑いながら試しに右に曲がるも、信じて断固として右に曲がるのも、その運命は同じことです。どっちにしたって引き返すことはできないんだ。人間365日何の心配もない日が一日、いや半日あったなら、それは幸せな人間です。あなたはさっきから乙姫の居所を前方にばかり求めていらっしゃる。ここにあなたの重大なる誤謬が存在していたわけだ。なぜあなたは頭上を見ない、また足元を見ない。君のような秀才にはわかるまいが、自分が生きていることが人に迷惑をかける、僕は余計者だという意識ほど辛い思いはこの世にない。幸福の便りというものは、待っている時には決して来ないものだ。弱虫は幸福をさえ恐れるものです。綿で怪我するんです。幸福に傷つけられることもあるんです。怒涛に飛び込む思いで愛の言葉を叫ぶところに愛の実態があるのだ。
学問なんて覚えると同時に忘れてしまってもいいものなのだ。けれども全部忘れてしまってもその勉強の訓練の底に一つ紙の砂金が残っているものだ。これだ。これが尊いのだ。勉強しなければいかん。好奇心を爆発させるのも冒険、また好奇心を抑制するのもやっぱり冒険、どちらも危険さ。人には宿命というものがあるんだよ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題ではない。人間の生活の苦しみは愛の表現の困難に尽きると言って良いと思う。この表現の拙さが人間の不幸の源泉なのではあるまいか。怒るときに怒らなければ人間の解がありません。愛することは命がけだよ。甘いとは思わない。照れくさくて言えないというやつは、つまりは自分を大事にしているからだ。ダメな男というものは、幸福を受け取るにあたってさえ下手くそを極めるものである。安楽な暮らしをしているときは絶望の死を作り、ひしがれた暮らしをしているときは生の喜びを書き綴る。人から尊敬されようと思わぬ人たちと遊びたい。けれどもそんないい人たちは僕と遊んでくれやしない。僕は自分がなぜ生きていなければならないのか、それが全然わからないのです。ポカンと花を眺めながら、人間も本当に良いところがあると思った。
花の美しさを見つけたのは人間だし、花を愛するのも人間だもん。理屈はないんだ。女の好き嫌いなんて随分いい加減なものだと思う。今の女性は個性がない、深みがない、批判はあっても答えがない、独創性に乏しく模倣ばかり、さらに無責任で自重を知らず、お上品ぶっていながら気品がない。本当の気品というものは、真っ黒いどっしりした大きい岩に白ぎく一輪だ。僕は今まで説教されて改心したことがまだ一度もない。説教している人を偉いなぁと思ったこともまだ一度もない。親がなくても子は育つという。私の場合、親があるから子は育たないのだ。人は人に影響を与えることもできず、また人から影響を受けることもできない。鉄は熱く熱しているうちに打つべきである。花は満開のうちに眺むべきである。私は晩年の芸術というものを否定している。人間は不幸のどん底に突き落とされ、転げ回りながらも、いつかしら一縷の希望の糸を手探りで探し当てているものだ。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。